塩川哲也君。日本共産党の塩川哲也です。福島第一原発の事故を受けて、今原子力政策の在り方が根本から問われております。国の原子力政策の基本方針を策定する原子力委員会も4月5日の会合で、安全確保の取り組みに対する信頼を根本的に揺るがすものとして極めて重く深刻に受け止めているとして、原子力政策大綱改定の検討を中断することを決定したとのことであります。で、菅総理も先月31日の我が党の志位委員長の申し入れに対して、今後の原子力の利用について根本的に安全性の議論が必要だと表明をし、原発の新増設計画については白紙というか見直しも含めて検討したいと述べておられました。で、我が党はこれまでの安全軽視の原子力政策の根本的転換を求めてきましたが、まさに今日の政治の最大の課題の一つとなっていると言えます。で、併せて原発事故の背景を明らかにしていくことも求められます。で、その点でもいわゆる政官業、政官財の癒着構造の問題が問われます。で、今日の委員会では癒着構造の一つとして、経産省と東京電力、電力業界との癒着構造について政府の認識を問いたいと思います。まず今国会でも何度も取り上げられてきました経産省の前資源エネルギー庁長官の石田徹氏の東京電力への再就職問題であります。で、エネルギー政策、原発政策を所管する経済産業省の資源エネルギー庁長官が所管される電力業界に再就職するということは、どこから見ても典型的な天下りだと思いますが、官房長官の認識はいかがでしょうか。はい、枝野内閣官房長官。何度か申し上げてまいりました通りですね、法律上の天下りに当たるか、あるいはこの間天下り規制として、するべきこととして問題にされてきた、いわゆる斡旋による天下りに当たるかということで、それには当たらないということをご答弁をしてまいりました。しかしながら、まさに今回のような事故が発生をし、それに対して国民の皆さんからさまざまな目で見られているということの中で、資源エネルギー庁と東京電力の間について国民の皆さんから広く疑義を持たれているのは私は当然のことだというふうに思いますし、まさにそのことについては天下りとされることをした当事者においても東京電力においてもしっかりとこの事態を受け止めていただかなければならないと思っております。はい、塩川哲也君。NHO で、電力会社間こういう関係について疑義が持たれるのは当然だという話ではありますけれども、斡旋には当たらないという話でありますが、このやはりそもそもその癒着の問題というのが問われているわけであります。で、資料の配布いたしましたけれども、そもそも今年の2月4日の予算委員会で枝野長官はこの石田氏の天下りの経緯について、例えばよく言われている指定ポストのような形で特定の官庁からあるポジションに順番に同じような人たちが行ってというような経緯でも必ずしもないと答弁をしておられます。で、そこでこの電力各社の天下りの実態について調べてみたわけですが、配布資料の1枚目をご覧いただきたい。経産省、通産省から東京電力への再就職の経過であります。で、特徴というのは左端の石原武雄氏から石田氏まで5人の経産省、通産省出身の方が東京電力にいわば再就職、天下りをしておられます。で、肩書き、最初の天下りと思われる石原武雄氏は通産省の次官だったわけですが、で、この石原氏は官僚時代に原子力局を作れと主張し、原子力行政のまとめ役と言われていたと当時の新聞でも報道されております。で、その後は石田氏まで資源エネルギー庁の長官、または次長の経験者がそれぞれ東京電力に天下っている。
でさらにその東電の中でも、まあ、顧問から始まって、まあ、最後は副社長まで、上り詰めているわけであります。でそこでお尋ねしますが、こういった資源エネルギー庁の幹部経験者が東電の副社長ポストについていると、これを世間では指定ポスト、指定席って言うんじゃありませんか。枝野内閣官房長官。おっしゃる通りだと思います。率直に申し上げまして、一般的に独立行政法人等で問題にされてきた指定ポストについては、当該ポストある方が変わるとすぐにまた同じような肩書き経歴の役所の OB の方が疲れるという意味で、連続的に当該ポストにいわゆる天下りと称される人がついているということを想定をしておりまして、私もこの件について報告を受けましたときに、副社長をやっている人が、経験している人がいるけれども、決してそのポストが指定されて、資源エネルギー庁等の OB が副社長ポストを常に占めているわけではないと、で今回は顧問であるという報告を受けました。今回塩川一議からこうした非常に詳細な過去の状況について分析をいたしまして、こうした状況であっても私は社会的には、まあ、いわゆる指定ポストという評価をせざるを得ないというふうに思っておりますし、前回ご質問いただいた段階でこうしたことについて把握をできなかったことの不明を恥じたいというふうに思っております。塩川哲也君。この点では東京電力だけではありません。電力会社すべてで、こういう事態が行われていた。で配布資料の2枚目をご覧いただきたい。でこれは北海道電力から沖縄電力まで各電力会社に対して経産省通産省からの再就職のリストであります。それぞれ全部で45人の天下りになっているわけですけれども、ご覧いただいて分かりますように各電力会社において、切れ目なく通産省経産省からの天下りが行われておりますし、で天下った官僚の方は基本的に、顧問から常務となり、最終的には副社長まで上り詰めているわけであります。これは最終ポストとして副社長しか書いておりませんけれども、経緯とすると電力会社内部でそのような昇進を経て副社長にたどり着いているということであります。で今回の福島の原発事故で東京電力がクローズアップされておりますけれども、この天下りの癒着構造というのは、東電だけではなくて電力業界全体を覆っている問題なんだと。ですからこういった石田前資源エネルギー庁長官の天下りを認めるということが、こう所管する官庁から所管する業界への天下りをいわば公認したものになっているということが問われてくるわけで、この間予算委員会でも言われていましたように、この経産省から電力業界に行くということを容認するということになれば、国交省からゼネコン業界、あるいは厚労省から製薬メーカーへの天下りを容認することにもつながってくるわけで、ですからこの天下りの斡旋ではなくて、この所管する官庁からやはりその所管する業界への天下りそのものを禁止すべきなんだと。でそれがやはり今回のような癒着が問われる、疑義が問われているときに行うべき教訓ではありませんか。枝野内閣官房長官。一般的にですね、斡旋等でない形で関係する業界に再就職をされるということについてどうするべきであるのかということまでは申し上げられませんが、少なくとも原子力発電、その原子力の安全ということについては万が一の事態が起こった時の影響が大きいということが今回改めて裏付けられたものでありまして、その点に関してそれを指導監督する行政の側と指導監督を受ける側との間にいささかも癒着を生じているというような国民的な疑義があっては私は許されるものではないというふうに思っておりまして、法律上こうしたことを今後やめさせることができるかどうか、法律上できないとすればそれ以外の方法でどうしたらやめさせることができるかどうか、しっかりと検討してまいりたいと思っております。塩川哲也君。その点でぜひこういった経産省通産省から電力会社への再就職天下りの現状について私は公表資料を出しましたが、政府としても改めて調査をし国会に対してのしかるべく報告をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。枝野内閣官房長官。
政府としてしっかりと調査をさせていただきて、しっかりと報告させていただきますと同時に、まさに先ほど の、 東京電力 の、 時系列による表のようなですね、視点や問題意識等について、ぜひ塩川委員 の、 ご知見や等についてもサジェッションいただいて、効果的な調査になるようにご指導いただければお願い申し上げます。はい、塩川哲也君。この資源エネルギー庁というのは、経産省において、エネルギー政策を担当する、いわば原発の推進を担当する部署になります。で、今年1月東京電力の顧問に天下った石田前長官の経歴を見ますと、資源エネルギー庁をいくつもこう重ねて、昇進をしていかれているわけですけれども、そういった中では例えば1989年の資源エネルギー庁の原子力広報推進企画官という役職も務めている。いわばこの間大問題となっているこの原子力に関わる安全神話、これに携わるようなそういう人物でもあったということであります。で、この石田氏が資源エネルギー長官の時代に取りまとめたのが、昨年6月のエネルギー基本計画であります。で、温暖化対策の中心に再生可能エネルギーを置くんではなくて、原発を据えたというのが一番の特徴のエネルギー基本計画だったわけであります。で、このエネルギー基本計画の中では、2030年までに少なくとも14基以上の原子力発電所の新増設を行う、また設備利用率、原発の利用率ですね、この設備の利用率を約 90% を目指すとしています。で、石田氏は昨年長官として自ら取りまとめたエネルギー基本計画について、日刊工業新聞のインタビューで、国民世論ではまだ原子力より再生可能エネルギーを期待する声の方が強いかもしれない、再生可能エネルギーは最大限導入に努める必要はあるが、客観的には現状では不安定でコストも高い、温暖化対策を進める上で原子力を抜きに考えられないと述べているように、国民が願う再生可能エネルギーを推進するのではなくて、原発の新増設を推進してきた人物の一人でもあったわけであります。で、この原発の新増設と、それからこの原発の設備の利用率の向上というのは、東電をはじめとした電力外業界の要求通りであるわけです。で、このエネルギー基本計画見直しに向けてのパブリックコメントで、この電力会社の業界団体である電気事業連合会電事連は、原子力はエネルギー安全保障の確保と地球温暖化問題の一体的な解決を図る上での切り札である。で、原子力の新増設と設備利用率の向上を目指して国による積極的な取り組みも不可欠と要求をしております。で、このように電力業界の要求に応えた人物が原発推進政策といういわば手土産を持って電力会社に天下っていく、で、こういった天下りというのがこの間の日本のエネルギー政策を歪めてきたのではないのか、この点についての認識とこの問題についての検証が必要だと考えますが、官房長官のお考えをぜひお聞かせください。枝野内閣官房長官。歪まれてきたかどうかということについては端的にお答えをすることはなかなか難しいんだろうというふうに思います。しかしながら多くの国民の皆さんから歪めてきたであろうという疑いを持たれることは間違いないというふうに思っておりますし、また原子力というものの性格、万が一の場合の影響の大きさということを考えたときには、国民の皆さんからそうした疑義を持たれること自体が許されないことだというふうに私は思っております。塩川哲也君。ですから今回のような天下りを容認することになれば、その官僚が天下り先に気に入られるような政策を実施することになってしまう、業界サイドの政策が行われることで国民の利益が侵害されることになる、こういうことが問われるわけで、こういった政治を歪める政官業の癒着をきっぱりと断ち切るためにも天下りの禁止が必要であるわけで、我が党は福島の原発事故の教訓からも政官業の癒着構造を断ち切るために天下りそのものの厳格の禁止を強く求めていくことを求め質問を終わります。